よし、やっと寝たか。寝ちまえば一安心。テレビテレビ。ですから多岐にわたるそれらの理由で熟年離婚や早期離婚が年々増えており、今後は熟年離婚が重要になってくるわけですね。そのために死ねえぞ。テレビの話題にいちいち反応すんな、神経質め。はぁ、俺何も言ってねえだろ。何の話だか意味わかんねえな。だから離婚はしねえって言ってんだ。そもそも結婚もできねえのに離婚も何もねえだろうが、バカバカ。もううるせえ、ジュエルが起きんだろ。こいつは一度寝たらこの程度じゃ起きねえの。ああそうね。乗っかんな、こら、何すんだ。体に教えてやろうと思って。ジュエルが。この程度じゃ起きねえんだろ。こんな言うな。